アンナ・ピエリ・ブリニョーレ・サーレは、シエーナ出身の貴族女性。ジェノバ共和国の検問、ブリニョーレ家に嫁いだ。ナポレオン体制の熱烈な信奉者であり、ナポレオンの5歳マリール・ルイーズ皇后の助官を務めた。シエーナの洗練された、都市貴族の家系に生まれた。1786年、グロポリ公爵アントン・ジューリオ三世ブリニョーレ・サーレと、結婚。 今回は、ジェノバ共和国屈指の名門で、共和国元首を何世代にもわたって務めていた。夫の父ロドルフォ・エミーリオ、おじ、ジョバンニ・フランチェスコも、元首職の経験者だった。公爵夫人アンナは、巨宅パラッツォ、ロッソの最上階で、啓蒙主義的な文芸サロンの女主人として、華やかな生活を送った。夫の没後、第一帝世紀のパリ社交会に出入りするようになり、 タレーランら政府要人とも親しく交際するようになった。1810年、ナポレオン皇帝の再婚相手マリー・ルイーズ皇后の女官に任命され、同年皇帝により女伯爵の位を授かった。失脚したナポレオンが1814年エルバ島に島流しにされると、アンナはマリー・ルイーズに付き従ってオーストリアに移り、女主人に対して福に忠実であり続けるよう、 説得した。しかし、ウィーン宮廷はナポレオンに対する憎悪を強め、アンナはその与党としてオーストリア秘密警察に、身辺を嗅ぎ回られる立場となった。アンナは、その後同地で死亡した。夫との間に4人の子を設けた。ありがとうございます。